海藻地モンスターレックスウダイオスリベリア手を出さないですぐに終わらせるから。 大規模パーティーをも全滅させる強大な敵、それをたった一人で勝ち目などないに等しい。テンペスト！ バカな、ウダイオスが剣を。 神々さえも称える偉業を成し遂げる。それは器の消化に必要な絶対条件。私は許せない。自分の弱さが、弱いままでいる自分が。
ならなくちゃ。風よ、防御捨てた。本当にたった一人で討伐するとは、まったく。ごめんなさい。アイズ、何があった？強くなりたくて。それは知っている。だが、それだけではないだろう。あの女の人が。赤髪のテイマーか。私のこと、アリアって。そうか。様子がおかしかったのはそういうわけか。アイズ、私は頼れないか。私は、いや、ティオナやレフィアたちもお前のことを家族のように思っている。お前はもう一人じゃない。忘れるな。これからはもっと仲間を頼れ。うん、ありがとう。さあ帰るぞ、みんなのところへ。ねえレフィア、もう帰ろう。アイズなら大丈夫だって。でも、ふぶけ、三度の言動。我が名はアールブのリベリアがいるんだよ。心配ないって。そうですよね。そうそう、ホームでお帰りって迎えてあげよう。はい。じゃあ行くよ。ん、レフィア置いてくよ。は、はーい。本当に預けてしまってよかったのか。うん、持っていても仕方ないし、それにまたモンスターに襲われるかもしれないから、強い武器があると心強いって。物は言いようだな。ま、いい武器になるやもしれん。初めて見るドロップアイテムだったが。リベリアも見たことないの？ああ、そもそもウダイオスが剣を使うなど私とて経験がない。マインドダウンだな。後先考えずに魔法を使ったのだろう、この子。なんだ、知り合いか、アイズ。直接話したことはないんだけど、あのミノタウロスの時の。ベートがそしった少年か。リベリア、私この子に償いをしたい。どうしたらいいと思う？そうだな、そんなことでいいの？ああ、償いならそれで十分だ。私は先に戻る。
合図にあんな相談をされるとはな。さて、どう転ぶか。これでいいのかな。頑張ってるんだね。お母さん。ごめんね、私は君のお母さんじゃない。幻覚。幻覚じゃないよ。謝らなきゃ。なんでいつも逃げちゃうの。戻ったか、アイズ。どうだ、ちゃんと謝れたか。ちょっと。何？また逃げられちゃった。いや、すまん。ねえ、ダンジョンで何があったの？さあ。謝れなかった。リベリアがいけないんだ。リベリアがあれでいいって言ったから。私、怖がられてる？ステータス、更新してもらおう。ソーマー、ソーマー、ソーマーの先よー。ロキ。お、おう、アイズだ。見てみ、ソーマの先やで。その、ステータスの更新は。そっか、そういや、まだやったな。あ、でもどうしよう、今、客が来とってな。だったら。ん？だったらいい。ちょい待ち。中で待っとって。まあ、うちの知っとるのはそんなとこや。役に立ったか、エイナちゃん。はい、ありがとうございました。ほれ、アイツさん。そんな顔しとらんと、ステータス更新しに行こう。ダンジョンで決まってきたんやろ。やば、肌蒸輪したるわい。変なことしたら切ります。マジで。おめでとさん、アイズタン。レベル6言うたら、うちのファミリアではフィン、リベリア、ガレスに続いて4人目や。やったな、ウリウリ。あら、嬉しないの？ん？アイズタン待望のランクアップやで。嬉しいんだけど。なあ、珍しいな。合図に強うなるより気になることがあるなんて。どうしちゃったんだろう。合図もとうとうレベル6か。全員あの子に触発されるじゃろうな。無茶をしなければいいが。ま、士気が上がるのはいいことだよ。せやな、こりゃフィンたちもうかうかしてられへんのとちゃう。そうだね。ほな、始めようか。ここ最近起こっとることについて整理しとこう。ティオネが50階層から持ち帰った魔石と、先日ロキとベートが手に入れた魔石、二つはほぼ同じものだった。例の新種とモンスターフィリアの件、リビラの殺人と襲撃は全てつながっとるわけか。
地上から真相、規模からしてギルドが黒幕という神ディオニソスの読みも一理ある。ああ、ちょっと単純すぎるとも思うけどね。ロキ、乗り込んでみた感触は？あかん、何も読めんかった。怪しいのは確かやから疑ってかかるべきやとは思うけど、ディオニソスの放火でうぜんくせいしな。要は誰も信じられんというわけか。ま、うちらは巻き込まれとるだけやし犠牲者は出てへんしな。あんまり面倒なことになるんやったらしばらく様子見て。いや、そうもいかない。合図を襲った例の赤髪のテーマーだが、うん、フィントも互角にやりおうたっちゅう。奴は合図のことをアリアと呼んだらしい。ほんまか。ああ、合図から聞き出した。なるほど、あんなに躍起になっていたのはそういうことか。神衆を操りモンスターを変異させる宝玉を使い、さらに合図の身の上を知る敵か。その上、あれだけの手だれでありながらこのオラリオで顔すら知られていない。仮にギルドが関わっているとしてもそれだけで済む話じゃなさそうだね。とにかく合図にも話を聞いておこう。ん？なんやそれ。お呼びですか団長。合図を呼んできてくれないか。お任せください。便利じゃの。まあね。せや、合図が来るまで次の遠征の話しとこか。例の件、ファイタンにバッチシ話ついたで。ヘファイストスファミリアの鍛冶師が同行してくれるなら予備の武器や防具は最低限で済む。その分新種対策の魔剣を持っていけるからね。ガレス、手配は？オラリオ中の武器屋から上物をかき集めておる。準備は万端じゃ。敵の全貌が見えない以上遠征を決行するかどうかはこれからの判断だけど。行くのなら覚悟を決めなければならない。おう、そういう意味では合図だけでなくわしら全員が当事者じゃ。せやな、腹据えてかかるか。団長、ティオネです。入ってくれ。ん、合図とも？それがダンジョンへ行ってしまったようです。一人で。気持ちを切り替えなきゃ。お日様が眩しい。先日はお邪魔しました。ギルド職員のエイナチュールと申します。私があなたの担当冒険者を助けた。はい、いつかお礼をと思っていまして。何でも五階層で暴れていたミノタウロスから間一髪で救っていただいたと。ミノタウロス。ええ、名前はベルクラネルです。あのバレンシュタイン氏。私怖がられてないですか。はい、とんでもない。ベルクラネル氏はあなたに助けてもらったことをとても感謝していました。本当に本当です。よかった。となるとその白髪のガキもそろそろアーデにってことですかい。ああ、そうなりゃあとは読めてる。お前らしくじるんじゃねえぞ。わかってますわ旦那。まさか。どうかしましたか。バレンシュタイン氏、無礼とは存じますが一つお願いしてもよろしいでしょうか。まったくよ、もう。すいません、白い髪の男の子を見ませんでしたか。どうか私の担当冒険者ベルクラネル氏を助けてください。彼はおそらく厄介なことに巻き込まれつつあります。厄介なこと。どうかお力を。早く見つけないと。してない。五階層で出会った時は
まだ駆け出しだったのに、この短時間でもうこんなところまで。ありえない。どっけまた謝れなかった。これは気づかれてしまうか。お見それする。あなたは誰？しがない魔術師、いわゆる明治というやつ。以前ルルネルーイに接触した人物といえば分かってもらえるだろうか。アイズ・バレンシュタイン、君にクエストを託したい。依頼と分断。